じゃあ浅野さんで。そうよ、それでいいのよ。ま、考えてみれば当然よね。だって出発前から約束してたんだし。でも答えるのに時間かかりすぎじゃない？っていうか、誰を選ぶとかになる前にあんたから私を誘うのが礼儀でしょうが。あ、もしかしてユウノや夏美の水着姿に惑わされたんじゃないでしょうね。そうなの？そうなのね。なんかムカつく。まあ仕方ないかな。最初からそういう約束だったもんね。約束を破るのは良くないのだ。タニャ、我慢するのだ。夏美さん、いいでしょうか。いいって、どうして私にそんなことを聞くのよ。いえ、せっかく夏美さんが水着まで着て僕のことを誘ってくれたのに、その期待に応えられないんで。あなたバカじゃないの？別にあなたのために水着を着たんじゃないわ。勘違いもいいところよ。というか自意識過剰だわ。それにあなたは浅野に泳ぎを教えるべきだと思うわ。せめて泳げるようになって少しでも残念度合いが減ればいいって本気で願うもの。ちょっと、さりげなく私のことディスらないでよ。浅野、我が弟子であるレイジーからしっかりと学ぶのだぞ。それでも足りぬ時は遠慮なく我が輩を頼るがいい。レイジ君、浅野の水泳のコーチしっかり頼んだよ。大変だとは思うがね。何ですか今の間は。なんか怖いですって。よし、じゃあしばらくは自由行動にしようじゃないか。2時間ほど経ったらまたここに集合しよう。昼飯にするからね。ユウノ、一緒に砂のお城を作るのだ。うん、わかったよ。すっごく大きいの作っちゃおうね。なっちゃんはどうする？一緒にお城作る？さすがにそれは遠慮しておくわ。目立ちすぎるもの。私はのんびりとビーチを散歩でもしてみるわ。我が輩は一人大海へと泳ぎ出ることとしようさ。俺はセクシーな水着美女でも眺めて楽しもうかね。さあレイジ、海に行くわよ。たっぷりコーチしてもらうんだから。もし集合時間までに私を泳げるようにできなかったら、その時は鉄拳制裁だから覚悟しなさいよね。とりあえずバタ足から始めてみましょうか。え？バタ足？それって海に入らないとできないんじゃないの？それはそうでしょう。陸でやってる人を僕は見たことがありません。なあ、ちょっと待ちなさいよ。私のこと置いていかないで。浅野さん、しっかりしてくださいよ。なんであんたこんなところにいるのよ。ぶつかっちゃったじゃない。
浅野さん、泳ぎを習いたいんですよね。当たり前よ。そのために海に入ったんだから。でもこのままじゃ泳ぐどころじゃありませんよ。せめてもう少し深いところに行かないと。それともやっぱりやめますか？泳げそうな場所まで連れてって。わかりました。あの浅野さん、いつまでそうしてるんですか？レイジ、絶対に私から離れないでよ。お願いだからね、ね、ね。それじゃあここで練習を始めましょうか。さっきも言ったようにバタ足からです。僕が手を握ってますから、浅野さんはバタ足をしてください。絶対に手を離さないって約束してくれる？はい、約束しますから。浅野さん、それじゃあ水しぶきが上がるだけですよ。次はもっと水の中で足を動かすようイメージしてください。無茶言わないでよ。こっちはこれでも必死なんだから。じゃあ次は息継ぎの練習ですね。苦しくなったら立ち上がらず、顔を上げて息を吸ってください。そんな高等技術絶対無理よ。大丈夫です。僕の顔を見上げる感じでやってください。私の顔を見上げる感じね。分かったわよ。いい感じです浅野さん。じゃあもう少し深いところに行ってみましょうか。ちょっと足がつかないとこはまだ無理よ。分かってます。いきなりそんな無茶はさせませんから。もう足がつくところまで戻ったから大丈夫です。浅野さん、指が顔に当たってるんです。どうせ洗濯板みたいな胸だって思ったんでしょ。はい。ゴリゴリして痛かったとか、顔が削れそうだったとか、そんなこと思ったんでしょ。そんなことありませんよ。そうじゃなかったからこそ僕だって慌てたんですから。その見かけよりもずっと柔らかかった。こっちとしてもいろいろと困ってしまって。
変態変態変態レジ。すみませんでした。まったく、油断も隙もあったもんじゃないわよ。やっぱりあんた、オワリとずっと一緒にいたせいで変態菌が移ったんじゃないの？でも、そっか、私の胸がマシュマロみたいに柔らかかったのでね。いえ、そこまでは言ってないんですけどね。さ、レイジ、練習の続きよ。また怖くなったらあんたに抱きついてあげるから感謝しなさいよね。じゃ、練習はこれで終わりってことで。え？どうしてよ。だって浅野さん、泳げるようになったじゃないですか。無事に泳げるようになったし、みんなを探して合流しませんか？待って、まだよ。ほら、背泳ぎをまだ教えてもらってないじゃない。背泳ぎは教えられませんよ。授業で習うには習いましたけど、まっすぐに進めないお粗末な出来ですし。じゃあバタフライとかは？もっと無理です。だったら一緒に練習すればいいわ。とりあえず背泳ぎからね。それでもし私の方が上手に泳げるようになったら、今度は私があんたの水泳のコーチをしてあげるわよ。それはまあありがたいですけど、でもいいんですか？こんな短時間で泳げるようになったってみんなに自慢できるいいチャンスですよ。それはそうかもしれないけどさ、でも私はまだレイジと一緒に。このわからずや！とにかく私はまだまだ泳ぎの練習をしたいの。レイジ、しのごの言わずに付き合いなさい。シェフって大げさな。見た感じバイトの人っぽかったし。とにかくレイジもさっさと食べるのだ。おお、重い。しょー、やはり海で食べる焼きそばの味は格別なり。ほんと、やっぱこの味は他では味わえないわよね。イルカも浅野もまるで前にも海で焼きそばを食べたことがあるような口ぶりね。我が輩がバーベキューコンロの魔術師と呼ばれていたことを忘れたのか？そういえば前にもそんなこと言ってましたね。自慢できる称号かどうかは分かりませんけど。大学時代はオフシーズンになると世界、そしてユーリーと海岸に繰り出し、三人で炎の宴に興じたものだぞ。
俺たちの青春の1ページだね。オフシーズンに男3人って聞いてるだけで残念なエピソードよね。そういう浅野はどうなのか。私？もちろんあるわよ。海での焼きそばのエピソードくらいね、ゆうの。あれかな、冬の日本海カップ焼きそば事件。なんだか話を聞かなくても涙が出そうなエピソードだわ。そいつは俺も初耳だな。ぜひとも詳細を聞かせてほしいものだね。ゆうの、細かく説明する必要なんてないわよ。あのね、前にね、お姉ちゃんと新潟の方に旅行したんだ。海に着いたんだけど、お姉ちゃん、海では焼きそばかトウモロコシを食べなきゃ気が済まないって言って。しかしその時は冬だったのだろう。うん、だからビーチに屋台なんて一つもなくって、仕方がないからコンビニを探してそこに行ったんだ。そこでカップ焼きそばを買ったんですか。買ったには買ったんだけどね、そのコンビニポットが故障しててお湯がなかったの。それでせっかく買ったカップ焼きそばも食べることができなかったのね。さすがにそれは同情するわ。ううん、お姉ちゃんはちゃんと食べたよ。乾いた麺をそのままバリバリって。それもはや焼いてないし、そばでもないですよね。浅野さん、残念にも程がありますよ。何よ、そもそもカップ焼きそば自体がちっとも焼いてないじゃない。お湯でふやかしてその後でお湯を捨ててるだけなんだから。まあそれはそうですけど。それによく聞きなさいよ、私だって味もしないような乾麺をバリバリ食べてたわけじゃないんだから。ちゃんと付属のソースをかけて振りかけるスパイスだって使ったんだから。浅野さん、よかったですね。やっと念願かなってちゃんとした海での焼きそばを食べられたんですから。何その上から目線、レイジのくせに超ムカつく。だいたいね、花の大学生のくせにこのメンバーでこんなところにいる段階で、あんただって相当残念じゃないの。ターニャは小学校の時修学旅行でホタルの海に行ってきたぞ。でも行きのバスで酔ってずっとぐったりしてたから、海の思い出なんてまるでないのだ。それは残念だったね。私なんてそもそも海に来たのが初めてだし、所詮その程度の人間の集まりなのよ私たちはね。ふんふんふん、あそこを歩く水着美女、なかなかのプロポーションじゃないか。ハルシュー、我が輩はおかわりを所望するなり。ユーノさんなんて現役の女子高生ですから、海の楽しい思い出だって普通にありますよね。友達と一緒に遊んだとか、そういった感じの。海の楽しい思い出ならあるよ。ううん、正確に言うなら
今作ってるんだよ、ジャッジメント7のみんなとね。みんなと一緒にこうやって海に来れて、ユーノとっても嬉しいんだ。ほら、仮想世界でピクニックに行った時みたいでさ。ちょっと、あの残念ピクニックを思い出させないで。っていうか、どうして現実世界にはニコル君がいないのよ。ニコル君との水着イベントをゲボーする。浅野よ、それが現実というものだ。諦めて俺やイルカ、レイジ君との水着イベントを楽しむことだな。そんなケムクジャラの足じゃダメなのよ。ニコル君みたいなすべすべの足じゃなくちゃね。浅野、あなたって人としても本当に残念だわ。アニチカ、いいことを教えてやろう。浅野みたいなのをショタコンと呼ぶのだ。これもまた一種の変態だな。おお、浅野はショタコンで、でもって変態だったのか。知らなかったのだ。オーバリー、タチアナにおかしなこと教えないの。それにショタコンは変態なんかじゃないわ。いえ、十分変態寄りの趣味だと思いますけど。デイジー、あんたまで言うか。ねえねえデイジ君、前のピクニックの時にさ、みんなでお出かけできたらいいよねってお話ししたの覚えてる？ああ、はい、そんな話をしましたね。その夢が叶ったから、ユーノはとっても嬉しいんだ。やあやあ、ジャッジメント7の諸君、盛り上がってるかい？レイジ君、オワリ君、ちゃんと夏の思い出作ってる？みやびさん、その格好で来たんですか？そうだよ、だってこの服は私にとっては制服みたいなものだからね。誰かと思ったらマツミンじゃない。水着姿だから見違えちゃったわ。な、何よ。というかこんなところまで来るなんて、 DIH というのは随分と暇なのかしら。これもお仕事なの。君たちが合宿に出かけちゃったって上司に報告したんだけどね。そしたら上司ったら、逃亡の可能性があるから張り付いて監視するようにって言うじゃない。いや、参っちゃったわよ。逃亡って、なぜ我が輩たちが逃亡せねばならぬ？まあ確かに我々は常に現実から逃避しておるがな。どうやら俺たちへの疑惑はまだ完全には晴れていないようだね。だってだって、 JK マーク事件がまるで収束する気配がないんだもん。だいたい証拠が残らない癖して、目撃情報だけは日に日に増えていくから、上の人たちも頭を抱えてるってわけなのよ。そういえばこっちでは JK マークって見かけないよね。やっぱりあれって東京限定なのかな。ジャッジメントナイツが狙うのはあくまで首都東京であるからな。まあ今のところJK マーク事件とジャッジメント7を結びつけて考えている人は私たち以外にはいないから安心してね。いや、気
君たちが弱小ゲーム会社で本当助かったよ。弱小で悪かったわね。でもね、あなたたちの作った設定が現実になっているってことが問題なのよ。そうよね、みやびさん。そうそう、これ以上何かが起こるとも思えないけど、また君たちのゲームの設定が実際に現れたりしたら、さすがの私もかばいきれないからさ。そんなこと俺たちに言われてもね。これ以上ネタバレされたらこっちもいい迷惑だよ。それで JK マーク事件の原因はまだわからないのかい？原因というより、そもそも現象が本当に起こっているのかも謎だしね。目撃者は確かにたくさんいるけど、写真にも映像にも残らないからさ。映像を分析しても何も見つからないから、ハッキングによるサブリミナル映像の類でもなさそうだし、一種の集団幻覚としか思えないわね。オワリ君たちは仮想世界でも JK マークの出現を目撃していたわよね。だから13件やアカシックが関与しているのはまず間違いないのだけど、問題はその手段なのよ。所詮アカシックが作れるのは仮想の現実だけだから、現実の世界に影響を与えるなんてありえないのよ。なんてね、小難しい話は終わり。はい、差し入れ持ってきたから。メロンですか。ありがとうございます。でも普通こういう時ってスイカじゃないんですか？だってスイカは重いし。メロン美味しいよ。ターニャ、スイカ割りがしたかったのだ。がっかりなのだ。よし、だったらやってみようじゃないか。スイカ割りならぬメロン割りを。我が輩の額に眠りし第三の目をついに開眼させる時が来たようだな。そこだ！くらえ！豪華激戦メロン割り！第三の目の弱点は潮風であったわ。おのれ、終焉帝国委員会め、卑劣なり。じゃあ、ユウノ、行っちゃいます。こっちかな。ユウノ、右だ。いや、左だ。いやいや、右だ。やっぱり左だ。え？右？左？右？言うのわかんないよ。これはなかなかだね。わかったわ。あんたわざとユーノを小刻みに動かして胸を揺らして楽しんでるわね。最低の変態ね。メロンの代わりにあなたの頭を割りたいところよ。もうみんな指示くれないの？だったらユーノ勘で動くからね。このあたりかな。さ、俺の番だな。
オワリさん、右です。オワリ、左よ左。まっすぐでいいわ。うん、右だよ。いざ、右に進むなり。レイジとユーノとイルカは嘘つきなのだ。左が正解なのだ。浅野と夏美とターニシカの言うことは信用できないな。レイジ君とイルカ、ユーノを信じるとしよう。その水着、ちょっと大胆すぎない？そうかしら。大胆な水着だと、辛抱たまらん。確かにあれは大胆だな。さあ、次は私よ。浅野は10回でいいな。ですね。ちょっと、どうして私だけ男子と同じなのよ。さあ、割るわよ。あ、浅野、こっちじゃない、右だ右。浅野、全然方向が違うわよ。とりゃー、ちっ、外したわ。それにしてもすごいパワーね。ほんとね、あれなら硬いかぼちゃも割れるわね。私はパスよ、当たる気がしないもの。それに注目されるのも嫌だしね。待ってたのだ。タニシカ、右だ右。タチアナ、もっと右よ。行き過ぎよ、少し左に寄って。あー、ターニャ、今度は左に寄りすぎ。もうちょっとだけ右。うん、タチアナ、そのまままっすぐ進むなり。はい、そこトップ、バットを振り下ろすんだ。やったのにパッカーンしなかったのだ。さあ、レイジ君、ジャッジメント7の意地を見せてやってくれよ。レイジ君、そこだ、ストップだ。レイジよ、迷うことなく真ん中をまっすぐに振り下ろすのだ。ふわー、レイジ、ちょっとだけ右を狙うのだ。そうすればメロンはパッカーンなのだ。いやいや、レイジ君、正解は左だよ。やや左を狙いたまえ。ユーノは真ん中でいいと思うな。レイジ君、思いっきりやっちゃおうよ。レイジ、気持ち右よ右。浅野さんを信じなさい。少し左、それが正解よ。迷わず言う通りにしなさい。レイジッチ、もう何でもいいから思うように叩いちゃいなさいよ。レイジ君、応援してるわね。
ジッチ、まだ男なら潔くスパンと割っちゃいなさいよ。ダメだったか。レイジ君には期待してたんだけどね。ちゃんと私の指示通りに叩いたの？レイジにはがっかりなのだ。まあまあレイジっち、元気出して。仇は私が取ってあげるわよ。ヒントはいらないから、みんな黙っててね。こっちから甘い匂いがするわ。ここね。みやびさんすごい。みやびはメロン割りの天才。DIH の夏のスイカ割り大会でも私3年連続無敗のチャンピオンだしね。スイカより香りの強いメロンなら楽勝よ。早速みんなでメロンを食べましょうって言いたいところだけどね。メロン割りが流行らないのは大きさの問題だけじゃなかったようね。年甲斐もなく久しぶりにはしゃいじゃったわ。レーナもいたらよかったんだけどね。あの子、ここの海が好きだったから。ヨーコさんとレーナさんは子供の頃はここで暮らしていたんですよね。そうよ。でもあの子が小学生になる頃かな、血液の病気だってことが分かって、それからはずっと入院生活だったわ。だからあの子が最後にこの海に来たのは北陸県の附属病院に転院する直前、小学校を卒業したばかりの12歳の夏だったかな。北陸県ですか。ああ、そんな怖い顔しないで。北陸県って言っても13県と関係ないクリーンな話なんだから。レーナは完全記憶能力と呼ばれる特異体質の持ち主だって言ったでしょ。北陸県の研究に協力する代わりに入院費や治療代を免除してもらえるなら行きたいってあの子が言ってね。ひどい話だと思うかもしれないけど、正直言って私も両親も少しほっとしたのは事実よ。だってほら、うちの民宿の収入なんて大したことないし、レーナだってそれを知ってて負担になりたくなかったのだと思うわ。ほんと、姉と違ってできた妹で助かったわ。レーナが研究に協力していた縁で私も北陸県に入れたようなものだしね。でもね、レイジ君、そんなあの子がね、死んじゃう前に言ったのよ。またあの海が見たいって。
自分の目で見たものならどんな光景だって鮮明に記憶できるのに、やっぱり記憶は所詮記憶だって、今目の前にある本物にはかなわないんだって。結局私はその願いを叶えてあげられなかったんだけどね。それにレーナの眠っているお墓からじゃ海が見えないから、きっと今頃文句を言ってるんじゃないかな。ごめんね、締めっぽい話をしちゃって。じゃあ私は少し早く帰って夕飯の準備を手伝うわ。一例はいくつもの無念を抱えたまま死んでしまったのね。それに比べて今の私は何なのかしら。ただ惰性で生きているようなものじゃない。一例のためにも私は。だいぶ日が沈んできたな。さすがにもう引き上げるとしよう。そうだな。我が輩も存分に波と戯れ、そろそろ活動限界が近いなりよ。そうだね。ユウノもちょっと疲れちゃったかな。お腹もペコペコだよ。アーニャまだまだ遊びたいのだ。だったらタチアナ、あんただけ置いてくわよ。今はまだ明るいけど、もうすぐ暗くなるわ。暗い海で一人ぼっち、怖いわよ。夜の海で一人ぼっちは嫌なのだ。ダーニャも帰るのだ。すみません、ちょっと出かけてきます。誰？レイジ、あなたどうして？ひょっとしなくても見ていたのよね。あのすみません、夏美さんがなんだか思い詰めた顔で出ていくのが見えたんで。それでこっそり後をつけてきたというわけね。はい。そう。確かにここからじゃ海は見えないわね。波の音すら聞こえないもの。そうですね、確かに見えませんね。
ねえレイジ、これからちょっと海へ行ってみない？一例の思いは私が受け継がないといけないのに、私は何を浮かれていたの？自分がすべきことも忘れ堕落した私を見たら、一例は何て言うかしら。一例のように、生きるべき人が死んでしまって、私のような無価値な人間がのうのうと生きている。この世界は残酷ね。な、夏美さんが無価値だなんて、そんなことありません。私は無価値よ。そしてあなたもね。私たちがいなくなっても別にこの世界は困らない。何も変わらない。何も変えられないもの。そんなことを言ったら世の中の大半の人が無価値になっちゃいますけど。その通りよ。この世界に価値のある存在なんてほんの一握りだわ。それ以外はいてもいなくてもどっちでもいい。だって替えがきく存在だから。夏美さんの絵は夏美さんにしか描けないじゃないですか。無価値なんかじゃありませんよ。私の絵に価値があるとでも？買いかぶりにも程があるわよ。私より絵の上手い人なんてこの世界には腐るほどいるのよ。ネットを見ると死にたくなるわ。私より上手くて無名の素人絵師であふれかえっているものね。これでも自分の実力は知っているつもり。ひいき目に見積もっても中の下ってところでしょ。その程度の実力しかない。それが私よ。夏美さんは自分に厳しすぎますって。僕は夏美さんの絵はすごいと思ってますよ。あなたは他人に甘すぎるのよ。それはまあ否定できないですけど。誰でも絵を描いてネットに公開できるこの時代で素人とプロの違いって何かわかる？やっぱり絵を描いてそれでお金をもらっているかどうかじゃないですか。違うわ。素人とプロの違い、それは志よ。技術でも知名度でも他人からの評価でもないわ。自分がプロであるという自覚とプロであるべきという志を持っているかどうか、それこそが決定的な違いなのよ。私は絵を描く以上プロでありたい。下手くそと罵られ、笑われ、馬鹿にされ、サブチャンで絵を晒されても私の志を打ち砕くことはできない。そういう人間になりたいのよ、私は。少なくとも一例はそういう人だった。そして私にそれを教えてくれた。だから私は一例を裏切るわけにはいかないのよ。理解してくれなんて言わないわ。他人を完全に理解することなんて不可能だもの。ただこれだけは忘れないで。あなたも私と一緒にゲーム作りをする気ならプロでありなさい。プロらしく振る舞いなさい。そして甘ったれた考えは捨てなさい。ゲーム作りに夢や理想や幻想を持ち込まないで
そんなのはプロのする仕事じゃないわ。長話をしすぎたわ。そろそろ帰りましょう。みんなに心配されても困るしね。なっ